はい、こんにちは。学研プライムゼミ現代文化の池上和弘です。今日はですね、無常行きましょうか。はい、月の満ち欠けに無常を感じる。はい、この無常を漢字で今書いてみよう。5秒で行きましょうか。5、4、3、2、1、書けましたか？いきますよ、この無常。まずね、無に関してはいけるよね。これですね、情はこれだよね。間違わないようにね。これじゃないよ。あるいはこれでもないよ。あ、ね、意味としてはね、ここにあるこの無常っていうのは常なんてものはない。だ、常なんてものはないなわけだから、全てのものは変化していく、命あるものはいずれ滅び死んでいくっていうのがこの無常です。だからこの無常は全ては変化していくんだ、全ては生滅、生滅の生は生きるね、生まれるね、で滅は滅亡するの滅ね、全ては変化する、全ては生滅する、これが無常の意味です。で、月の満ち欠けっていうのはまさに、月っていうのは満月の日、満ちる日、そして欠けていって新月になっていく日があるっていうふうに変化を表していくでしょ。だから無常を感じる、全てのものは変化するんだなっていうのを感じていくってやつですね。まあ、この下に見るっていう漢字、観察の観ね、この漢字を書いて無常観って言ったりもするよね。まあ、日本人の無常観って言った場合は、その変化していくもの、あるいは滅びていくものに例えば美しさを感じたりしていく、無常観って言ったりします。桜は散るからこそ美しい、月は満ち欠けするからこそ美しいみたいなやつは全て無常観になるよね。こっちの無常やこっちの無常は全然意味が違うから、こっちの無常、これは情けがないでしょ。情けがないってことは、これ同情心とか思いやりがないって意味です。あの人無情だわって言った場合は、あの人も同情心もない冷たい人やわみたいな意味合いになってくるわけね。あるいは感情とか、あるいは意識なんてものが全くないっていうふうな意味合いで使うこともあります。こっちの無情、これはね、それより上のものはないです。だから無情の喜びっていうふうに言った場合は、もうこの上ない喜び、めちゃめちゃ一番上の喜びって意味合いになるよね。全てこの無情をっていうのは、下にあるものを無で否定していっていますよね。常なんかない、永遠不変のものなんかない、全てのものは変化していくし生滅していく、情がない、つまり同情心とか思いやりがないです。それより上のものはない、この上ない最上であるって意味合いになってくるよね。だ、意味をしっかり覚えておいて、無情を感じてきた場合どれ書くかってことをしっかり確認してください。